皆さんこんにちは、山健です。さあ今日はですね、なんと解禁日翌日の、人気河川桂川、山梨県の桂川来てまして、今ちょっとね中流からちょっと下流域というところ大きめのところに入りました。解禁でですね、日曜日だったんですごい人数の人が入ってます。僕もね一緒に釣りしてたんですけど、すごい楽しかったです。まあ解禁が、始まりまして、ここから渓流シーズンフルにね楽しんでいただくために、ちょっとルアーローテーション使ってどうやって魚出すみたいなところがね見せたらいいななんて思って、その解禁の叩かれた後の桂川に来ていました。さあどうなるかやってみたいと思います。まずは、中本流というサイズのね川なので、ちょっと長めのタックルにしました。それにおなじみリーコンパクト、リーコンパクトを僕スタートはこれに決めてて、川の流れから言ってもうちょっと大きいルアーでもいいかなと思うんですけど、とりあえずは最初はこれを投げてみたいと思います。さあやってみましょう。沈めて軽くアクションです。ちょん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 、おっと触ってますね、チェイスしてます。おお、魚はいますね。僕今ね偏光で見えてるんですけど、まあ、やっぱ昨日叩かれてるのかすごい距離がありますね。ちょっとルアー変えます。リーコンパクトからエアレス、ちょっと魚がスローなんでゆっくり引けるように 2g のエアレスにしました。なるべく奥に投げてビューンと投げて沈めてボトムに到達したらチョンって跳ね上げてゆっくり巻きます。よし一発ですね。よーし、あー抜けちゃった。一発だったのに、また次回の動画でお会いしましょう。食いそうなところでちょんちょんって竿を揺すってエアレスのバランスを崩してあげると、そこで食いが立つ時があります。ちょん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 、ついてきますね。もうちょい下流、よし、あよし、今度こそ、よいしょ、抜いちゃいますね。よいしょ、イエス、嬉しい。さあ今ね、エアレスの 2g カラーは、トライングのノリカナの TRA で釣ったんですけど、色が結構いっぱいあってエアレスってどうしたらいいかって迷う方多いと思うんですよ。でブレードの色が金とシルバーと、あとね、ガンメタリック、まあブラックみたいなのがあるんですけど、その明暗金銀で分けてください。あんまり強いなと思った時は黒いもので、砂の色ね、今結構青いんですけど、こういう時はね銀が僕は好きです。ただこういう時に逆の金を入れる時はいい時もあるんですね。その辺はちょっとそのタイミングによるんで、ブレードの色でまず分ける、でその後ボディカラーって感じで分けてもらえればと思います。結構夏のルアーエアレスって、まあスピナーが自体が夏のルアーと思われがちなんですが、こういう水が冷たくて魚の泳いが、早くないギュンって泳えない時にゆっくり巻けるルアーっていうのはすごく使えるので、ぜひ試してみてもらえればと思います。こんなのが釣れちゃいますからね、離してあげます。さあバイバイ、おいっと。今、2g 投げてるんですけど、もっと奥まで投げたい。でどうしてもボトムに入りきらない場合、俺結構そのゆっくり沈めてボトムに 2g 入れちゃう方が好きなんですが、それでも入らないよとか、もっと遠くに飛ばしたいよって場合は、3.5、そしてですね、まあ、3プラスっていう 4g 台のやつで 6g で、6g は相当でかいんですけど、こんなでかいんですよね。それでもあの普通の軽量に使えるサイズなんですので、本流とかね、激流の中で6を使うっていうのもあります。今6にしてみました。ちょっと
重いので投げるとき要注意。あんまりビューンって投げちゃうと高切れ起こすんで、ふわっと投げてください。で即ボトムタッチするんで要注意ですね。少しもこれ今ボトムタッチしました。でボトムを舐めるように引いてく。でもこれも実は引きはゆっくりゆっくりゆっくり、そんなにね弾頭とはいえそこまで水温がガンガンに上がってないんで、どんなルアーでもギャンギャン追ってくれるって感じじゃないんでしょうねきっとね。今やっぱりそこの方をゆっくり追ってきましたね。さあやっぱルアーチェンジはねマメで方がいいです。また変えますね。 DS ラインのこれ 5g だっけな。さあそれを投げます。ビューン、やり口は一緒です。沈めます。ボトムにタッチするのを待ちます。つきましたね。跳ね上げてゆっくり巻きます。たまにアクション、たまにアクション。よし食いましたね。よし、あー抜けちゃった。あーさっきから荷ばらしで、これ同じローテーションをせっかく魚が溜まってる時は何とかやってもいいです。ミノーから入って今スプーンまで行ったんですけど、ミノースピナー、大きいスピナースプーンって言ってもう一回ミノー、これね魚が溜まってるとこはなしじゃないですね。粘るっていうことですよね。またミノーに戻して様子を見てみるですね。よし、ほらこういうことあるんですね。わあまた抜けましたね。どういうこと。でもね食いが浅いんですね。やっぱねもう魚がルアーいっぱい昨日見ちゃってるんで食いが浅いんですよ。だから僕のせいじゃないです。あ聞いてくれます、実はさっきフックまで変えてるんですよ。やる気はつた。やる気出しすぎてフック変えてんのにこの抜けっぷりだよ。で、D コンパクトの場合はかなり早めにストンと落ちてくれる。で、水かみもいいルアーなんですけど、ちょっと早すぎるかもしれないなと思ったんで、D コークスに変えますね。コークスは沈みはテール重心でストンと落ちるんですけど、アクション加えると重心が前に出て、フォールの姿勢はかなり水平でゆっくりになる。なんで飛んで今ストーンって落ちてます。ストーンって落ちて、落ちきったところでアクションをトンってこられた、これで水平ですね。で水平になるようにフラフラと落としながらアクションを加えていく。ついてきてますね。コックスもいい反応してるんですけどね。よし、あー、しくった。おいいサイズだ、いいサイズ。よっしゃ。今ですねいろんなルアーローテーションしてる中でですね、ちょっとやっぱり解禁直後、かなり叩かれたっぽい様子があって、ゆっくりしかついてこない。でゆっくりのルアーがで何匹か釣ったんですけど、それでもまだ魚が見える。なんでもっとスローにと思って D コークスを入れました。飛ぶときはテール重心になってすっ飛んでいって、そのままテールでこう沈んでいく、テール重心で沈んでいくんですけど、アクション加えると重心が前に移動して水平フォルムになる。で水平フォルムなので沈むが遅いんで、ゆっくり沈めてボトムに到達しないこの時間が見せる時間ですね。その時間を使ってひたすらしつこく見せて
こんな感じで、どー。26、7、もっとある？もっとないか。26ぐらいかな。ナイスワンですね。話してあげたいと思います。はい、ありがとう。バイバイ。ルアーローテーションで、まあ、擦れてるとかね、結構いろんなやっぱり環境があると思うんですけど、特に解禁直後なんか人いっぱい入ってますからね。ただローテーションすることによって正解がどっかにある。なんでせっかくなんでね、いろんなバリエーションのルアーがあるので、それを使っていただければなって思います。さあ、自分でかなり叩いちゃったんですけど、まだ魚がたまに見えるのでしつこく、次は ARS 色替え TRB カラーってやつですね。トリックカラーってやつです。暗い色のやるやつを投げてたんで、明るい色を投げてみるという感じですね。で、まず表層から。あー、反応してますね。おー。本当に、マイクロスプーン投げたいぐらいの反応し方だな。今度はもっと深く。もしかしたらシェルだったら食うかもしれないな。色は、レンジとコースとスピード、その3大要素の後の話なんですけど、でもこうやってね、見つけてしまってしつこく打ってる。で、みんな入ってるところ。そういうところでは大事な要素になってきますね。だから色をおろそかにしていいって話じゃないんですよね。反射率とか、光、型みたいなところを結構大事にした方がいいと思います。いやー、終わらないですね。一応最後にシェルを入れますね。ARSのシェル張りですね。うー、追ってるけどちょっと立ち位置変えますね。ちょっとだけ上に上がって、もっとサイド気味に打ったら話変わるかもしれないですね。立ち位置を変えるってのは、つまりコースを変えることになるので重要ですね。ほんのわずかでも。よし、わーし、こういう感じなんですよね。何度も通してるんですけど、今立ち位置が変わってエアレスシェルでいい魚。よし今シェルに変えて、立ち位置を変えて、これですね。ドガーン。